皆さんこんばんは、朝日です。本日なんですけれども、工房の皆様からですね、素晴らしい食材をたくさんいただいてしまいまして、なんで今日は久しぶりに一人でまったりとお庭大人バーベキューやっていこうかなっていう感じです。で、食材がこちらですね。まず最初の食材なんですけれども、こちらでっかくて真っ赤で立派な魚ですね。これがですね、8匹って言います。八丈では赤サバとか呼ばれてましたね。奄美では赤棒って言ったりします。これがね、結構深海の魚、水深 100m 以上のところにいる魚で、まあ深海だからこう赤色をしてるのがね、これがね、すっごく美味しい魚になりますんで、こちらがまず一つ目の食材です。そしてこのボールに入ってるの、こちらですね、この巻貝、これがですね、朝鮮サザエって言います。要はサザエの別種みたいな感じですね。これもすごく美味しいです。特徴としてはこう蓋が青かったり、あとね、トゲがなかったり、こう柄がなんていうのかな、こう黒と白と青の組み合わせみたいな感じになってますね。で、最後はこちら月日貝って言いますね。赤い貝と白い貝、これが特徴。まあ言うたらちっちゃいホタテみたいなもんです。そしたらこちらの食材仕込んでいきましょう。そしたらまず仕込みですが、朝鮮サザエ、まあサザエやつぼ焼きが一番うまいというわけで、さっと洗って終わりでいいです。続いて月日貝ですね。赤と白があって、赤が上、白い方がこう丸くなってるんで、こっちをお皿代わりに使います。なんでこの赤い方を外す、こんな感じですね。いい身じゃん。続いて貝のこの黒い部分、ウロって言うんですけども、ここを外します。ハサミでこう切ってやると簡単に外れますね。で、ウロが取れたらこうボウルに水溜めてこう振り洗い、そうするとこう汚れとか取れますんで。で、ここ黒く線があると思うんだけども、ここをこうやって押してやると、こううんこ的な何かが出てくるんで、これも洗った方がいいね。ボウルにこうやって立てかけて余計な水分を落とします。で、水が切れたら、これちっちゃいんで2つで1つにしちゃいましょうね。贅沢盛りです。もうこんなんで、でかこうするとね、いい量になるね。サザエは醤油でつぼ焼きにするんで、こっちは味を変えたいっていうわけで、味噌、そしてバターで、ネギ、ネギ、味噌、バターです。そしたら赤そば、こちらを仕込んでいきましょう。せっかく新鮮なんでね、ちょっと刺身のような感じにして食べていきたいですね。とりあえずエラ取っていきましょうね。こっち開けて、あ、ここ切ってあるわ、血抜きしてある。したらここの膜切っていきましょう。エラの膜です。で、右頭にして、こっちのエラの膜も切ります。で、ここエラの付け根を切る。そうするとエラが簡単に出てきます。こうやって、あとはつながってる部分を切ってやる。で、肛門から入れて内臓を出しましょう。ほぶれ、ぐえやー、あ、卵持ってますね。空製、水道でやろう。こうやってね、身が赤いんだよね。だから赤サバとか言われるんですけど、で、身が赤いくせに白身魚らしいです。なんでじゃ。そしたら半身でまあ十分なんで、こっちは寝かしときましょうね。腹骨を取ります。まずこうやって腹骨を起こしてやります。で、外してきます。次に真ん中渡して血合い骨を取っていきます。今日は焼き霜にしようと思うの。なんで、まあ半分ぐらいに切って、皮目に切れ目入れときます。で、塩しとく。
はい、OK。よし。で、この頭にも塩をしておきます。頭、かぶと焼きですね。はい、それでは出揃ったんで、私の徒歩2秒の庭に行きましょう。おーいよ。網、セッツ。そしたらまずは、焼き霜作りからやっていきましょう。皮目をよく焼きます。身の方は軽く炙るぐらい。もうこれで OK。 軽くおいじよ。それではいただきます。まずは赤サバの焼き霜作りです。皮面だけこうやってこんがり焼いてみました。それでは。うん、まっ。でかい個体だからめちゃめちゃ脂乗ってる。やっぱ皮面はね、炙るとうまい。ほんとね、脂とうまみの塊ね。また塩で食うとうまいんだ。赤サバってね、結構あんまり値段がつかない魚で、これもらった時もキロ200円ぐらいだったそうですこんなに美味しいのにね。で、本日1本目、キリン一番搾りです。しょ、言うて俺はキリンが一番好きだ。キリンの中でも一番搾りが一番好きだ。それじゃあ皆さん、本日も乾杯。うますぎて350なんて一瞬でなくなりそうです。一本目、肝炎。続いていきますは、赤サバのかぶと焼きです。こんがり焼き上がりました。いただきます。とろとろ、マジで脂とろとろ。この骨の間のこれがうめえのよ。
魚の釜ってほんとうまいね。なんといっても頭を食べる理由は目玉です。この玉は取って、この奥のこのとろっとした部分、これを食べるんです。あとこの目の周りの肉、これがマジでうまいです。うまっ。そして2回目、男梅サワーです。しゅっ、おととととと、いろんな梅サワーを飲んできましたが、やっぱり男梅サワーが一番うまい。で、ここに梅を落とす、潰す。それでは皆さん、2回目乾杯。いっちゃうまい。皮超うめえな。こうやって一人でやってんのがね、一番いいんだよな。何も気にすることがない自由な時間。それではお待ちかね、サザエ行きましょう。暑いって。味付けは醤油だけです。まあ今まで散々とね、サザエのつぼ焼きやってきましたが、結局これが一番うまい。綺麗に抜けてよ、よっ。はぁ、切れる、切れないで。はい、はい、行きました。メスですね、この子は。いただきます。めちゃくちゃうまい。朝鮮サザエは小ぶりなんですが、すごく身が柔らかくてうまいんです。バッチリ砂抜きされてるよ。せやくん、ありがとう。あと8匹くれたせやくんの兄ちゃん、ありがとう。サザエのいいところは、この身を抜く時のスリル、これも含めてのサザエの美味しさだから。そして楽しさ。ほっ、あっつー、吹いたー。いやー、抜けて抜けて抜けて。あ、これも女の子ですね。うまい。ちなみに奄美ではサザエのことをカタンニャって言います。2本目会員、3本目レモンド定番、ポッカレモンで追いレモン。それでは皆さん、3本目乾杯。すっぴ。ラスト挑戦サザエ。うわー、こいつミラクルフィットだわ。くっそ、ワンピースのガイモンぐらいフィットしてるわ。そういう時はこうやると取れます。あ、今度はオスでしたね。僕はね、サザエはね、オスの方が美味しいと思ってる。オスってやっぱこの白いの白子なんだよね。白子の方が美味しい。すっぴ。それではラスト、月日貝のネギ味噌バターいきましょう。
うん、まそして本日最後を飾るのがこちら純米大吟醸新酒ザク。それでは皆さん4発目乾杯。うめー、すごく飲みやすい。梨と桃を混ぜたような感じ。うん、いらせ。はい、というわけでごちそうさまでした。美味しかったです。あの後もなんかチビチビと日本酒をやってしまいました。久々にやったけどやっぱいいね、楽しいね。結構酔っちゃったけど、これからもまあ月1ぐらいではやろうかなっていう感じです。そんなわけで皆さん次回の動画でまたお会いしましょう。この島の香りよ、この波の歌よ、島に帰らん仲間もいるけど、潮風に愛が震えてる島、海と共に忘れないでいてくれよ。帰